はい。エネキコリチャンネルです。今日は皆さんに先日リリースした初心者向けの動画教材、オンラインキコリスクール、チェーンソー講座の実際の動画教材のですね、ほんの一部をですね、チラ見せしていきたいと思います。ホームセンターなどで簡単に入手できるチェーンソー、それにもかかわらず、チェーンソーの取り扱いに関する免許は存在しません。そうしたことからですね、現在日本では毎年何十人もの方がチェーンソーの事故によって亡くなっています。1000人以上の怪我人が毎年生まれているんです。 これからチェーンソーを手に取る予定のある方、チェーンソーを使ってみたいなという方はですね、ぜひチェーンソーの使い方、どんなところにリスクがあるのかっていうことをですね、この動画教材を通じて学んでいただいて、怪我のないようにチェーンソーライフを送っていただきたいという思いで、オンラインキコリスクールのチェーンソー講座の冒頭の部分をね、皆さんにシェアしたいと思います。ぜひこちらを見てですね、チェーンソー講座の受講を検討してみてください。それでは、行ってみよう。 オンライン木こりスクールをご視聴の皆さんこんにちはエネ木こりの久米歩夢ですこの章ではチェーンソーを動かすのに必要不可欠な燃料についてそしてその燃料の入れ方について解説していきますまずはチェーンソーを動かすのに必要不可欠な燃料についてのお話ですチェーンソーの燃料は混合燃料と呼ばれるものになりますチェーンソーの動力である2サイクルエンジン別名2ストロークエンジンですがこちらはガソリンをそのまま入れて動かす動力ではありません ガソリンにエンジンオイルを混ぜ合わせてそれを混合燃料と呼びますがそちらを燃料として使いますツーサイクルエンジンには皆さんが普段乗っている自動車のようにオイル交換をする仕組みがありませんガソリンの内部を潤滑させるためにエンジンの内部に燃料とともにエンジンオイルを送り込んでやる必要があるんです そのためガソリンとオイルをどのような割合で混ぜるかまたどのような品質のガソリンやオイルを混ぜ合わせるかこれがチェーンソーを長く使うもしくは壊さずに使うためにとっても必要なポイントが隠されています。燃料ををを間違っっっっっててて作しししまままたたたりり古いものを使すするとチェーーンソーが不調をきたします最悪の場合はエンジンが焼けついて壊れてエンジンごと取り替えなければならないそのような故障を引き起こす可能性すらあります。 ここでは混合燃料の品質、そして混ぜ方、そして給油の仕方などについて解説していきます。とても大切なポイントが含まれていますので、学んで実践してみましょう。それではどうぞご覧ください。はい、ということで燃料の項目へ入っていきます。2サイクルエンジンを動かそうと思ったら混合燃料が必要です。 では燃料の作り方についいいてお見せしたいと思いますまず2サイクルのエンジンオイルですそしてこれはガソリンを入れてもいい蛍光管ですねガガソソリリンンンスタンドでガソリンを買ってきます、まあ、要は単純にこのガソリンとこのオイルを混ぜ合わせるわけですけどオイルの種類はグレードがありますグレードはどこに書いてあるかっていうとここに書いてあります FC って書いてありますねでここにその他のグレードが書いてあります FAFBFC ABC っていうだんだんランクが上がっていくイメージですねでもう1個こちら FD ですね FD グレードのオイルこれはいわゆる完全合成オイルと言われる種類のものですこちらは部分合成もしくは鉱物オイルですねで、2サイクルエンジン動かすために必要な混合燃料に混ぜるエンジンオイルは FC か FD にしてください FA とか FB というオイルがそんなに手に入るかって言われたらそれもあんまないとは思いますがでもグレードがあるんだよということとグレード FC か FD にしようねっていうことは覚えておいてください。でほとんどのチェーンソーメーカーは取扱説明書に何対何の混合燃料を使用してくださいって書いてあります。 でそれがですねおよそ2種類ですね25対1か50対1って書いてあるものがほとんどです25対1ということは25リッターのガソリンに対して1リッターのオイルを混ぜるということですで25対1の場合はこちらの FC 級のグレードのオイルを想定されているはずですで50対1の場合は完全合成の FD 級のオイルを想定されているんですね 実際に我々も含めて、まあ、多くのチェーンソーを使う方はご自身で混合燃料を作ってると思いますもちろんガソリンスタンドで売ってるとかホームセンターで売ってるものもありますただ我々はですね何回も繰り返していますけども燃料の質がチェーンソーの不具合を起こすことがありますのでヒューマンエラーがどこかで起きて誰かがミスった場合ですね誰かのミスのせいで自分のチェーンソーが壊れるという可能性があるんです 自分で責任を持って混合燃料を作るだったり組織とかグループとか会社で燃料を混ぜ合わせる責任者を決めるとかですねきっちりした方がいいと思いますそれがヒューマンエラーを減らすまあ一つのコツですねで実際にですねまあいろんな混ぜ合わせるグッズがありますねこれねオイルジョッキこれは混合燃料を作るためのタンク保存しておくのプラス混ぜる時に便利ってなってます例えばこれ親切だね 25対 1L で混ぜ合わせるはのガソリンを入れてここまでオイルを入れたら2 5対1になる3リッターのガソリンを入れてここまでオイルを入れたら混ぜ合わせたら3リッターの2 5対1の混合燃料ができると。 でひっくり返すと今度は50対1ですねこうオイルの量が少なくなるのが分かりますねガソリンとオイルの量ガソリンとオイルの量っていうふうにこう合わせてこれ入れた後にこうひっくり返すんですねひっくり返してこうやってジャブジャブ混ぜ合わせますこういうの小型の普段使いやすい道具ですねここに書いてある通り商品名混合計量タンク これね、軽量タンクって書いてあるところが味噌だと思います。つまり混ぜるときに使って長期保存はあんまりこれでしない方がいいです。長期保存するならこういう缶とか蛍光缶に移して保管する方がいいです。長持ちします。とはいえですね、1リット とか少量の混合燃料を作るときどうしてもオイルの量が少ないので測りにくかったりちょっとの誤差が生まれやすいんですねそれもやっぱりヒューマンエラーの元だというふうに考えていまして我が社ではですねこちらですこのようなこれ30リッターの感じ20リッターの缶はよく市販されていると思いますけど30リッターの缶を見つけてきてこれに25リッターのガソリンを買ってきます で25対1の燃料を作るときは1リッター測れるオイルジョッキにエンジンオイルを入れるそうすると測りやすいですし25対1とか50対1とかっていうことが比率がね分かりやすいミスりにくいってことがあるのでその比率をねそのまんま整数で作るというのが失敗しにくい作り方かなと思いますまあもちろんこれはねたくさん使う人向きではありますあとですね先ほどから25対150対1という数字を出してますけどこれあくまでもメーカー推奨の比率なんです がここで注意が一つオイルの割合が少ないと危ないです薄めの混合燃料になってしまうことは避けてくださいだからもしこういうタンクで混ぜるときに少なめになるくらいだったら少し大盛りにして混ぜてくださいどんぶり勘定もですね少ない側に触れると良くないということです 薪を作りたい人とかも、ね、よくやるんですけど薄い混合燃料を使い続けると今日みたいにすごい気温が上がってる日とか夏場とか焼き付きを起こす可能性が高まるんですですから特に夏場あとは連続運転しちゃう人なんかは薄めの燃料を使うとアウトになっちゃうんで普段からなるべく濃いめの燃料を作るようにしてくださいで我々は普段から年間通じて二十二対一で作ってます この中に22リッターのガソリンを買ってきます。そして1リッターのオイルを測って入れます。そうすることで22対1のメーカー推奨よりもちょっと濃いめの混合燃料を作るようにしています。冬に薄くして夏に濃くするとかそういう運用を変えるのはヒューマンエラーの元にもなるので数年で22対1という風にやってます。 またこれは参考までにのお話なんですが我々はガソリンは排浴を使用しますオクタン価の高い排浴のガソリンとエンジンオイルを混ぜていますはいということで混合燃料の作り方オイルのグレードなどについてお話ししました混合燃料は自分で作った方が安心だというのが僕の考えでもありますし燃料でミスるとチェーンソーを傷めてしまうこれをどうぞ忘れないようにしてくださいね 続いて混合燃料とチェーンオイルの入れ方についての解説ですここにも単純ですが道具を大切に使う道具を壊さない秘訣が込められていますのでぜひご覧になってくださいそれでは続いて燃料とチェーンオイルについてお話ししたいと思いますこちらエンジンを動力として使うチェーンソーですから混合燃料が必要です、うん、そしてソーチェーンが高速で回転することからガイドバーとソーチェーンを潤滑するチェーンオイルこちらも必要です もちろん燃料が入っていなければエンジンをかけても動きませんから燃料を入れることは当然とはいえその単純な作業の中にも道具を大切に使う壊さないための秘訣がいくつかありますのでそちらをお話したいと思います今ですねここに用意したチェーンソーほぼ燃料とチェーンオイルが入ってない状態です燃料とチェーンオイルを補給してみましょう はいえまずチェーンオイルのキャップを開けましたチェーンオイルのキャップね黒いキャップなんですねで燃料の方はオレンジ色のキャップですこっち燃料の方はキャップの色もオレンジですけどイラストが書いてありますねガソリンスタンドのマークのようなものが書いてあります、うん、これで、ね、まあ燃料だよっていうことを示してるわけですねでこっちにはオイルを差してるようなイラストがここに書いてあります本体側にね まあこれで間違えないように気をつけましょうということが注意喚起されてるわけですけどでも人間はですねこれだけ視覚的にね分かるようになっていても間違いを起こしますでどんな時にこの間違いを起こすかっていうと。 現在「エネキコリチャンネル」ではオンラインキコリスクールの会員を募集していますチェーンソーをこれから使ってみたい方チェーンソーを使って木を切ってみたい方いつでもどこでもチェーンソーの安全な使い方を学べる動画コンテンツをお届けしますオンラインキコリスクールの詳細については概要欄に貼ってあるので是非そちらをご覧になってくださいそれでは皆さんいってらっしゃい